メルズンゲンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州北部シュバルムエーダー、軍に属す小都市である。この町は、その中心部に中西風の旧市街を有している。メルズンゲンは、シュバルムエーダー軍北部に位置する。東のメルズン川山地と西のホムベル川高地との間にあたる。その中核地区内でケーレンバッハ川が、古田川に注ぐ。 また、中核市区からほど近い南の工業地域、プフィーフェビーゼン付近でプフィーフェ川が、北のレーレンフルト市区近郊のケルレトの市境で、ミュルミッシュ川がそれぞれ古田川に注いでいる。最寄りの古田川沿いの大都市が、カッセルで約 21km 北に位置する。中期模都市のバートヘルスフェルトは南南東に約 32km の距離にある。 市内の最低地点は、レーレンフルト地区のミュルミッシュ川が、フルダ川に注ぐ、河口地点の海抜160メートル、最高地点は、ヒンメルスベルクの山頂からやや下がった地点で、海抜557メートルである。この地点は、ギュンステローデ地区の北東、約2.5キロメートルの地点で、隣の市であるヘッシュシュリヒテナウトの市境上にあたる。メルズンは、北は、ケルレ、 ゼーレバルト及びヘッシュリヒテナウ、東はシュパンゲンベルク、南東はモルシェン、南はマールスフェルト、西はフェルスベルクと境を接する。自治体としてのメルズンゲンは、中核区の他にアーデルスハウゼン、ギュンステローデ、ケーレンバッハ、キルヒホーフ、オーバーメルズンゲン、レーレンフルト、シュバルゼンベルクの核区からなる。この町は、802年にメリスン 自という表記で、初めて記録された。しかし、最初の入植はおそらく、ハルシュタット時代である。時代につれ、メルズンゲンの支配者は何度も入れ替わった。皇帝夫を三世は973年に、エリゼンチ・インパゴ・ハシームの領地の一部をディートラーと、フォン・メルズンゲンに授けた。ディートリ・ヒクは1040年にメルズンゲンの所領を、古田修道院に移送した。 チューリンゲンのルードビング家出身のグーデンスベルク博、ハインディヒラスペニセイは、ヘルスフェルト修道院の大官として、メルズンゲンをヘルスフェルトの所領から切り離して経営し、グーデンスベルクからチューリンゲンへ向かう街道が、古田川を渡る、この戦略上重要な地点に、小さな城塞を築いた。この集落は、ゼルツアーベク、ニュルンベルク街道、ドゥルヒディ、 乱言ヘッセンという三つの重要な交易路が交差する特別に重要な位置にあった。この町はしばしばマインツ大司教とチューリンゲン砲白、後のヘッセン砲白との戦いの場となった。1189年から1190年にマインツ大司教コンラート一世は城塞と村を350マルクでルードビング家のリンゲン砲白から購入し、この村に都市圏を授けた。 この頃から死の紋章も制定された。数年後の1193年から1194年には、すでにこの都市と城塞は、マインツ大司教を中林源砲白とのフェールによって破壊されたが、その一の重要性のため砲白によって、直ちに再建され、砲白の所有財産とされた。中林源決戦継承戦争で、城は、再び、少なくとも、その一部が破壊されたが、 今度もやはり修繕がなされた。この戦争の結果、メルズンゲンは、ヘッセン砲白領となった。もともとロマーネスク様式だった、教区教会は1350年に、ゴシック様式のホール式教会に改築された。1465年の時点で、この町には、すでに約950人の人口があった。1554年に退化があり、 市の中心の大部分が消失した。火災を免れた建物はごくわずかで、ほとんどすべての家屋が木組建築であった。この大災害の後、木組建築様式の宝石と称えられる、現在も使われている、市庁舎が建設された。1596年に、丈夫な石橋が古田川に架けられた。いわゆるバルテンベッツァー橋である。 1655年に出版されたマテウス・メイリアンの同版画に描かれたメルズンゲン1552年から1557年にヘッセン・カッセル・ホーハク・ビル・ヘルム4世とその父フィリップ1世は死壁のすぐ外側、球城祭に隣接して狩りの城を建造した。球城祭は老朽化のために取り壊れ、1577年に乗馬場となった。 1627年から1632年に、ヘッセンカッセルホウハク・モーリッツは、この狩りの城を時折館として利用したが、引退後はエシュベーゲに陰性した。その死後、城と乗馬城は1733年から1825年まで、ホウハクの後には先帝公の騎兵の兵舎として利用された。1825年から1867年までは、 ヘッセン森林アカデミーの本部となった。プロイセンによるヘッセン選定広告併合後は行政府の建物となった。第二次世界大戦中には白とエルバースドルフのクライスグートにイギリス軍将校のための収容施設が設けられた。現在この建物は軍の財務局と法務関連の役所が入っている。30年戦争、7年戦争、 1806年から1813年までのフランス統治時代と、この町は繰り返し支配と既存を受けてきた。1813年、ジェローム・ボナパルトを王とするベスト・ファーレン王国の終焉後、メルズンゲン近郊で、ロシア軍がフランス軍を打ち破った。1821年から1974年まで、メルズンゲンはメルズンゲン軍の行政都市であった。 1974年にメルズンゲン軍、フリッツラー・ホムベルク軍、ツイゲンハイン軍が合併して成立したシュバルムウェーダー軍はホムベルクを軍行政都市としている。メルズンゲンはプロテスタントのアルトヘッセン協会の首優の一つである。メルズンゲン市長者メルズンゲンの市議会は37議席からなる。 2004年11月28日の選挙で、ディーター・ルンツハイマーは 62.、62.8%の票を獲得して、セディや FDP の候補を破って市長に選出された2010年11月7日の選挙では80%の票を得て再選された。2012年12月4日に、ルンツハイマーが死亡した。助役主席のフリッツ・フォイトが新たな市長が選出され、就任するまで、 市長代理を務めた。市長選挙は2013年3月17日に実施された。ウルリケフントとマルクス・ボークザインが立候補した。ボークザインは50.7%の票を獲得して当選した。ボークザインは2013年6月1日に市長に就任した。これまでに直接選挙で選出された市長は以下の通り、古い印象や 死の紋章は12世紀末から存在している。死の紋章は青地デモンとその両側に強壁のある史壁が描かれている。史壁はシルバーグレー、ローモンの屋根はレンガの赤色で、その両側の宝章は金色である。この紋章は1577年から見られる。この町の姉妹都市は以下の通り、またベルリンの出版ダークと友好協定を結んでいる。 バルテンベッツァー橋から見た木組建築が密集した旧市街メルズンゲンの上官 MT メルズンゲンの選手たちこの町は連邦アウトバーン A7 号線沿いにある。連邦道 B83 号線がメルズンゲンを通過しており、B253 号線と B487 線はこの町を起点、あるいは終点としている。メルズンゲンは鉄道カッセルベイブラフルダ線沿いにあり、 北ヘッセ線交通連盟に属している。また、2006年6月以降、レギオトラム RT5 カッセルメルズンゲン線が通っている。この鉄道はメルズンゲンとカッセル中心街とを乗り換えなしで結んでいる。この路線はメルズンゲン南の転換線を終端とする。このため、メルズンゲン駅にはいかなる転鉄機もない。2011年5月20日に計画されていた駅で、 ある、メルズンゲンバルテンベッツェンブルケクが開業した。この他にメルズンゲン南駅とメルズンゲンシュバルゼンベルク駅が計画されている。レギオトラムを工業地域プフィー・フェビーゼンまで延伸するかどうかは議論になっている。この町には、共に医療、医薬品分野の企業である B、ブラウン・メルズンゲン AG とゾルファーム GMBH がある。 この他の有力な分野が出版、印刷分野である。そのトップ企業が J. ノイマンイコールのイダムエジートベルネッカー、メディアグループである。小売り、流通業ではエデカヘッセンリング GMBH がある。この企業はエデカコンチェルンのために北ヘッセン及びチューリンゲンやニーダーザクセンの一部に合品を配送している。メルズンゲン市には基礎家庭学校が3校ある。 上位の学校には、メルズンゲン総合学校、ゲシュビスターショルシューレ、ラドコ STCKL シューレがある。体上及び精神上の問題のある児童は2校の養護学校に席を置く。シュバルムエーダー音楽学校及びシュバルムエーダー。市民大学はメルズンゲンに文校を有している。メルズンゲンには、メルズンゲン区裁判所がある。この裁判所は、メルズンゲン上にある。 この町の住民のニックネームはバルテンウェッツァーである。メルズンゲンは1987年にヘッセンの日の開催地となった。ありがとうございます。